お待たせいたしました。ただいまより小児あやの長期フォローアップのセッションを開始いたします。私は司会をいたします。 NPO 法人キャンセレートジャパンの古賀と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。このセッションでは前半、看護師の立場から神奈川県立子ども医療センターの竹之内直子さんより小児あやの長期フォローアップのお話をいただき、後半は小児がんの治療経験をされたお立場から NPO 法人血液患者コミュニティももの木の宮城淳さんより晩期合併症と長期フォローアップ外来のお話をいただきます。竹之内さんと宮城さんのプロフィールにつきましては血液がんフォーラムのウェブサイトをご覧ください。皆様へお願いがございます。本セッションは後日 CNJ が運営するキャンサーチャンネルやスタート2B のウェブサイトで公開いたします。皆様におかれましては録音、録画、スクリーンショットの撮影などすることはお控えくださいますようお願いいたします。最後に予定しております Q&A セッションは事前にいただいております質問を取り上げさせていただきます。あらかじめご了承ください。またご覧になられておりますパソコンやスマートフォンは通信の状況によって映像が乱れたり、また音声が聞き取りにくい場合もございます。視聴いただけないような時は大変恐れ入りますが、後日配信する動画の方をご覧ください。それでは早速始めます。最初のご講演です。神奈川県立子ども医療センター小児看護専門看護師の竹之内直子さんより小児あやの長期フォローアップについてお話しいただきます。竹之内さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神奈川県立子ども医療センターの小児がん相談支援室におります看護師の竹之内です。私の方は今日小児あや世代の長期フォローアップということでお話をさせていただきます。画面を共有させていただきます。じゃあ始めさせていただきます。今日私の方ではこのような内容のお話をさせていただこうと思っております。で、最初に簡単ですけれども小児がん、あや世代がんの特徴ということで少しお話をします。こちらの、表なんですけれども、こちらは年齢階級別のがんの罹患率を示したグラフになっております。生涯でがんに罹患する確率っていうのは、2人に1人はがんになるとも言われていますけれども、小児の場合、ここの小児、あや世代に当てはまる部分を見てみると、かなり低い確率であるということがわかるかと思います。そしてちょっとここを拡大してみてみますと、小児期では10万人あたり12人。あや世代では年齢階級が上がるにつれて、数は増えておりますけれども、成人の、50代以上に比べるとかなり少ない罹患率ということになります。これを実際の数として見てみると、換算しますと、小児がんでは約年間2100人、15歳から19歳では900人、20代が4200人、30代が1万6300人と推計されるというふうに言われています。そしてこちらは年齢階級別の死亡率になりますけれども、これも高齢になるにつれて死亡率というのは高くなるんですけれども、表を見ていただけると、小児あや世代の割合っていうのがかなり低いということがお分かりになるかと思います。つまり、この世代の癌の患者さんというのは生存する人が多いということが分かります。これはサバイバー生存率っていうのを示しています。サバイバー生存率というのは癌の治療成績を示す一つになります。当然、小児がんの中にも、まだ残念ながら治すのが難しいというタイプのがんもありますけれども、平均をすると約8割のがんが治るようになってきていますので、多くの小児がん治療を終えた方たちが長期に生存するようになっています。現在、若年成人の約700人に1人が
小児がん経験者であるとも言われていますので、そしてその割合は今後もっと増えていくとも考えられています。この図なんですけれども、ちょっと治療を受けた時期とその後の人生というのをイメージしていただければと思って作成したものになります。小児がんというのは一般的にこの0歳から15歳、この未満までに罹患するものですので、例えば乳幼児期に発症して治療をすると、このその後治療が終わった後、人生全うするとするとかなり長い期間の治療後の生活があります。同様に思春期にがんを発症して診断を受けた場合でも、治療が終わった後に長期にわたる人生が待っています。がんと診断をされて治療を受けた患者様は、治療が終了し、経験者として元の社会に戻っていきます。小児期には、保育園だったり幼稚園、小学校、中学校、高校などの、入園、入学、卒園、卒業、またそこには受験なども伴うかもしれませんし、多くのライフイベントを経験したり、親世代以降になっても、また、成人という二十歳を迎えることにもなりますし、進学や就職、結婚や親になること、家族を持つことなど、たくさんのライフイベントに直面する可能性があります。このような小児亜矢がんの経験者なのですけれども、この次の、図に示すように、晩期合併症というものが挙げられます。課題として挙げられます。この晩期合併症には、身体的なものだけではなくて、心理社会的な課題も含めて、様々な問題が病気や治療によって出現する可能性があります。そうしますと、先ほど、少しイメージをというふうに言っていた治療後の生活について、ライフイベントの影響を受けるなど、治療終了後の経験者にとっては、たくさんの生活や人生の影響に及ぶ可能性があるかもしれません。また、この晩期合併症は、時間経過とともに、有病率が増加するとも言われていますので、この晩期合併症についての情報を持つということが、とても大切なことになるかと思います。少し、今まで話したことをまとめてみますと、小児・亜世代のがんの患者様や経験者の特徴として、治療後に長い人生を送ること、治療中から治療後にも様々なライフイベントや発達課題に直面すること、病気や治療に伴う影響によって、身体や心理・社会的な様々な晩期合併症を生じる可能性があること、治療中だけではなくて、治療後の長期にわたって、晩期合併症の種類や程度によって経験者に様々な影響が及ばされる可能性があることということが挙げられるのかと思います。小児亜矢世代というのは日本では15歳から39歳というふうに言われていますけれども、この年齢層というのはすごく幅が広いので、少し小児と亜矢に分けてお話をします。最初に小児がんの経験者のことをお話ししたいと思います。これは少し仮に作った事例 A ちゃんのお話になります。A ちゃんは6歳で急性骨髄性白血病の診断を受けて入院しました。治療は化学療法と造血細胞移植を行って約10ヶ月の入院の後退院をしました。退院後は小学校に入学し、学校にも通っていましたが、体力がなくてすぐ疲れてしまうということがあったようです。この時期、定期外来受診を行っていましたが、小学校高学年になると、いつまで病院に行くの？なんで私だけ？というふうに A ちゃんがお母さんに言うようになってきました。そこで外来の担当医から6歳の時にかかった病気のことをお話しされました。その後、中学生では、低身長や体型は痩せ型で、二次成長の遅れが見られていました。本当はもっとやりたいこともあるのに、と友達と一緒に過ごせない時もあって、嫌な思いをすることもある、というふうに A ちゃんは言っていました。この時期も定期外来受診は継続され、また、ホルモン補充療法の開始が始まりました。この後、高校進学、そして就職については体力を考慮して
また自分の経験から医療職に就きたいと思うようになり、資格を取るために学校に行き、検査技師になりました。就職と同時に、地域でフォローをしてくれる成人の病院に移行しました。27歳になった A さんは、パートナーがいるんだけれども、結婚したいと考えているけど、子供のこととかあるし、どうしようと思っているようです。今、治療して約20年後の A さんは、低身長、卵巣機能不全、疲れやすさというような状態があります。年に1回職場の健康診断を受け、またホルモン補充療法は産婦人科に紹介をされ、薬剤を継続しています。この事例というのは少しいろいろな状況を組み合わせて A ちゃんとして紹介しましたけれども、6歳の時に A ちゃんが患者さんとなって、その後経験者としてこの送る人生、生活に病気や治療が影響しているということが想像されるかと思います。これは小児がん経験者の治療後の不安と支援についての調査結果になります。2013年から14年に中国四国地方の3つの総合病院で長期フォローアップ中に治療終了後5年以上生存している15歳以上40歳未満の小児がん経験者30名の方とその親御さん27名への調査になります。小児がん経験者についてはその時の平均年齢が23歳、治療後経過が平均で11年ということです。この調査の中では身体状況について約2割が不調を訴えていたということ、また晩期合併症を知っているかということについてはご両親は約7割が晩期合併症を知っていたということに対してご本人経験者は 33% であったということ、またライフステージにおける不安について、治療の特徴として移植を受けていた方というのが受けていない方に比べて不安を感じている割合が高かったというようなこういう結果があったということです。そしてこの研究結果では、医療機関が医療的支援の提供ということだけではなくて経験者や家族というのは、不安がかなりあったりしますので、相談場所を設けることも必要ではないかということが、この研究から示唆をされていました。私は現在、勤務しております神奈川県立子ども医療センターで、約10年前から治療後のお子さんや思春期にある経験者、またその家族へ関わりをさせていただいております。そのような関わりの中で、治療が終了した経験者やその家族へのフォローアップについてこのスライドに示すようなことを感じるようになってきました。まず、お子さんやご家族がフォローアップされて外来で受診をしているのですけれども何をフォローされているのかということがよく理解できていない場合があるということです。そして治療や病気の特徴に合わせてフォローされるべき事柄に漏れがある場合もあったり、そのことは提供されるべき対処や支援の遅れの可能性につながるということです。また、成長発達過程にある子どものニーズに合わせた情報提供がなされていない場合があること。これはつまり、自分の状況について正しい理解をする機会を子どもさん、経験者自身が与えられていなかったり、親御さん自身は子供にどのように話そうかと迷っている場合もあるんですが、そこについても誰からも支援を受けていないというような状況も見受けました。実際に成人を迎える経験者も多くなって、成人以降に関する課題も、子供病院特有かもしれませんけれども、多くなってきました。このようなことから、支援体制を整えていく必要があるというふうに思いました。当然治療後に定期的に受診をしている経験者は多かったのですけれども、中にはいつの間にかフォローが途切れたり、終了しているというものも、方もおられました。ちょうど2013年に小児がん拠点病院に指定されたことで、ますます長期フォローアップの体制づくりをしなければならないという動きもありましたので、関係者と話し合いを重ねて、長期フォローアップ外来の開設に至りました。
当院の長期フォローアップ外来のことを少し紹介させていただくと、これは実は開設は2017年の3月になりますけれども、このようなリーフレットを作成しました。この中身ですけれども、これを患者様ご家族にお渡ししたりしていますけれども、ここに長期フォローアップ外来の目的や外来でどのようなことをするのかっていうようなことが掲載されています。長期フォローアップ外来の目的は、今後の健康上のリスクを自覚し、心身の健康管理を行うことができる。また、病気や治療などの影響によって生じる合併症を早期に発見して、早期に適切に対応することで、日常生活に影響しないように QOL を維持向上することができる。そして、リスクのある合併症に対して予防的な知識を得ることで健康的な生活を送ることができる、などとしています。また、この外来の目的、外来ではどういうことをするかというと、状況に応じて健康教育をしたり、社会資源の提供を行ったり、心理学的問題の対処をしますよというようなことをお伝えしています。実際に外来をしてみてですけれども、まだ運営などの課題もあるんですが、経験者の中にはご自分の病気のことや起こり得る晩期合併症について、お尋ねすると聞いたことはある気もするけれどもと言って、説明を全く受けてないわけではないんだけれども、例えば就職前に改めてご自分の治療や今後の健康上の留意点などについて確認の場となったという方もいらっしゃいます。また長期フォローアップ外来で必要な検査や対処につながったりするケースもありました。実際に外来を受けた経験者やご家族の方に調査を少し行っさせていただいたんですけれども、ほとんどの受診をした方たちが、病気や治療、合併症、特に今後の留意点について受診をする前に比べてよく分かった、理解できたというような反応が得られました。次に、私は小児の専門でして、あまり経験としては少ないんですけれども、ASの癌のサバイバーのことについてお話をしたいと思います。この時期の世代というのは、スライドに示しますように、かなり成長発達過程というか発達課題が変化していきます。そして身体的、精神的、社会的に大きい変化を遂げる時期ですので、また年齢によっても個人それぞれでも個別性がすごく大きくて、個人個人で異なる課題に直面している時期というふうに言えます。ASの癌といっても、この思春期という自我の確立の途中にある時期と、様々な価値観を統合して自分なりに価値観を見出しながら社会的に役割を持ち責任を果たすことに直面する、この若年成人の時期というのでは少し異なるかもしれませんけれども、この時期に病気や治療を受けることというのは、容姿の変化が起こったり、様々な機能や能力を失ったり変化する可能性があったり、他者との関係性が変化したり、その関係性が失われたりすることなどが起こるかもしれません。このようにかなり価値観に影響する様々な変化を余儀なくされる場合がありますので、この自己像といういわゆる自分が持つ自分のイメージというものが大きく揺れたり狂ったりすることが起こり得ます。がんの治療というのは、このスライドに示していますように、たくさんの影響をもたらす可能性があります。もちろんこれはその方のご病気だったり治療、また年齢や個人の発達課題、社会的立場や価値観などによっても異なると思いますけれども、ASの癌っていうのはそもそもすごく人生の変化の時期であります。ですので、この時期に病気やその副作用、合併症などに直面するということは、人生そのものへの影響が大きいということになるのではないかと思います。こちらは、ASの癌に関する研究の一部からの抜粋ですが、癌を経験した ASの癌の年齢別の悩みを見てみますと、どの年齢でも、この世代と、
自分の将来ということについて悩みがかなり大きいことがわかります。その他にこの赤い字で示していますけれども、その世代の社会的立場に関連した学業だったり仕事の悩み、そして青字で示しています病気や治療による身体的影響への悩みというものを抱えていることがわかります。実際に私はこれまで多くの小児や親世代のがんの経験者の方から話を聞いてくる機会がありましたけれども、そんな話を聞いているうちに、サバイバルの経験というものには、まあ、何らかの、まあ、個別性もありますけど、ある特徴もあるなというふうにも感じています。それを少しどのようなものかというふうに紹介しますと、まずこう思うようにいかないような気持ちを抱いている場合があるということです。それには体力がないことだったり、働きたくても働けない、また焦るような気持ちがあったり、迷子になったような思いがあったり、そして経済的な不安や将来への不安を抱えていたりします。そして治療が終わっても晩期合併症のために自分が病気であることを意識せざるを得ないという思いがあったり、自分が癌の一緒に闘病していた仲間のことを思って死ぬわけにはいかないんだなど、自分が癌の経験をしたことを自分の人生と結びつけざるを得ない気持ちを抱いていたり、病気とともに生活をしているのではないかということ、また病気になったことで自分の生きている意味を考えるなど新たな価値観を持ったり、自分の存在を再認識する思いがあるのではないかということです。ここで親世代のがん患者さんの治療後のニーズが満たされているかという研究を2つ紹介します。まず1番目は米国の研究ですが、アンメットニーズという実際に経験者が求めているにもかかわらず満たされていないニーズの内容の中には、健康やヘルスケアに関すること、コミュニケーションや、人との関係性に関すること、また学校や仕事などの人生役割というようなこと、これらの項目にこう満たされないニーズというものが挙げられています。また2番目の、この調査は、最近出ました15歳から19歳の経験者を対象にしたオーストラリアからの報告になりますけれども、このニーズが満たされていないということが QOL と関連をしていたということ、あとそのサバイバーの方たちが語った内容として、診断を受けた時にかなり情報を求めているということ、そして同世代との交流や支援の情報のニーズがあること、また将来に気がかりがあるということが報告されています。親世代の経験者が自分たちが必要としていることが十分に満たされていないというところを感じていることの報告かと思います。これで最後のスライドになります。これまで今日お話ししたことを簡単にまとめとなっていますけれども、小児親世代のがん患者さんというのは、経験者というふうになるわけですけれども、その後長い人生において個々のニーズを持っています。そして成長発達の過程にある、そして多くのライフイベント、発達課題に直面する小児・親世代のがんの患者さんたちは、治療中から、その後経験者と送る、となって送る人生を見据えた支援を必要としていること。で、晩期合併症というのは QOL に関連することであって、経験者のニーズに合わせて、また適切なタイミングで、これは成長発達だったりとか、その方が知りたいと思うタイミングとかあると思うんですが、そのタイミングで情報提供やサポートが必要ではないかということ。小児・親世代のがんの経験者の個人個人のニーズだったり、その個人がどういうふうな経験をしているのかということを、支援者としては捉えて、それを共有して個人個人のニーズが満たされるような支援体制を整えていくことが必要であるということになります。以上になりますけれども、これまで私たくさんの小児がんや、親がんの患者の方々や経験者、またご家族の皆様に関わらせていただいて、それのもとにスライドを作っております。その方々たちに感謝をして終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。竹之内さん、ありがとうございました。
すいません、私伺ってて思ったんですけど、フォローアップ外来っていうのは例えば親御さんも一緒に外来にいらっしゃったりとかすることもあるんですか？当院のフォローアップ外来はちょっとまだ体制が作りが途中ではあるんですけど、今なかなかしっかりご説明されていない、まだいろいろなことは知りたい機会に知れなかった人がまず最初に受けられていることも多いのですが、すごく親御さんが一緒に来ることが多いんですね。そういう話を親御さんの中ではやはりこれを機会に、やっぱりこの自立しているお子様に共有することで、まあこれで子供が自分自身のことを分かって、こう見守る立場になれるというような少し安心する場にもつながっているようで、まあ来ることは進めています。主体は当然ですが、経験者ご自身にお話はしますけれども、そのようになっております。はい。ありがとうございました。もうなんかいろんなフェーズがあって、たくさんのことをこう抱えていらっしゃる。サバイバーの方たちを対象としていらっしゃるんで、すごく大変だろうなと思いながら聞かせていただきました。ありがとうございました。はい、では続きまして、宮城純さん、晩期合併症と長期フォローアップ外来のお話をいただきたいと思います。宮城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介いただきありがとうございます。小児がん小児白血病経験者の宮城純と申します。では早速、始めさせていただきます。今回ですね、晩期合併症と長期フォローアップ外来というテーマでお話をさせていただきます。年齢はですね、もう、あや世代を卒業する年なんですけれども、30年前ですね、ちょっと待ってください。1990年ですね、白血病で骨髄移植をしています。で、白血病の治療の方はですね、うまくいったんですけれども、治療による後遺症で、なかなかこう社会に適応できなかったりですね、あと長期フォローアップ外来で今どんな治療をしているかなどを、皆さんと共有できたらと思います。簡単にですね、病歴と治療歴を紹介いたします。1989年、平成元年、7歳の時にですね、慢性骨髄性白血病を発病しました。今では、分子標的薬でこの病気はかなりコントロールができるんですけれども、当時は、治療法は骨髄移植しかありませんでした。で、幸運にもですね、兄弟間でドナーが見つかりまして、翌年9歳の時に兄弟間で骨髄移植をしています。で、前処置はですね、全身放射線と大量抗がん剤です。で、まあ、当時のことって、覚えてないでしょうみたいなことをよく言われるんですけれども、やっぱりすごい辛い治療だったので、当時のことは今でもはっきりと覚えています。で、移植後なんですけれども、移植した人は聞き慣れた言葉だと思うんですけれども、まあ、皮膚に GVHD がちょっと出まして、それで手術があったり、あとは感染症で、髄膜炎や帯状疱疹になりました。で、また GVHD でですね、今度は、関節に、症状が出まして、両手首の関節が動かなくなるという障害も出ました。で、それからですね、まあ、10年間ですね、再発がなかったということと、あと、主治医が、開業して病院からいなくなってしまうというタイミングもありまして、2000年にですね、外来を終了しています。なので、僕の最初の白血病の治療というのはですね、ここで一回終わっています。移植後どんな成長をしたのかということで、こちらなんですけれども、左から小学校、中学校、高校の卒業アルバムの写真になります。で、一番左の小学校なんですけど、この頃はまだステロイドを使用しているので、ムーンフェイスが残っています。で、3年ごとにですね、身長は10センチずつこう伸びているんですけれども、まあ一番右の高校卒業時ですね、18歳の写真を見てもらうとわかるんですけれども、普通18歳の子男子っていうと、もう声変わりも終わっているし、髭も生えたりという、こう男性らしいこう特徴っていうのがしっかり出ているんですけれども、僕はもう全くそういった兆候が見られなくてですね、成長障害がしっかり強く出ているなってことが、わかります。で、学生時代とかの悩みなんですけれども、まあ本当いろいろ悩みがあって書ききれなかったんで、ちょっとこの3つに絞ったんですけれども、まずやっぱり疲れやすいっていうのがあって、体も脳も疲れやすくてですね、
まあ、本当に集中力が続かずに、授業の内容っていうのが本当頭に入らなかったです。で、僕なりにはこう、一生懸命授業とか受けてるんですけれども、やっぱり周りから見ると、ちょっとぼーっとしていると思われたり、怠けていると思われたりしました。で、やっぱり体調も崩しやすくてですね、学校も休みがちになりまして、ちゃんと学校に通ってても、なかなか授業が、身につかないのに、さらにこう、勉強についていけないっていう状態になりました。で、社会に出なきゃいけない年齢になってもですね、やっぱり同じような症状が続いていまして、フルタイムで働く体力、集中力が維持できなかったり、あと、ストレス耐性に弱くてですね、もう本当にすごい落ち込みやすい性格だったり、あとは、結構パニック発作のような症状も、もうずっと10代から出ていまして、で、メンタル不調に陥りやすかったです。で、記憶力もですね、やっぱ物忘れも多かったり、あと、計算も結構こう、暗算とかもすごく苦手で、あと複数人の会議とかで話が飛び交ったりするとですね、ちょっとこう、会話の整理がこう、できなくて話をまとめられないっていう、普通の人だったらなかなかこう、感じないようなこう、日常生活にたくさんのこう、苦手があって、生きづらさを感じていました。で、私のこう、履歴書なんですけれども、やっぱり大学まではこう、なんとか、卒業できたんですけれども、その後の就職というのがうまくいかなくてですね、結局就職活動はしたんですけど、どこも、雇ってくれるところはなく、親戚の会社で、事務仕事をさせてもらいました。で、この5年半にです、働きですね、まあ自分がこの体力でできる仕事っていうのは、まあ医療事務、事務仕事だなということを思ってですね、で、もともとこう、病院にはすごいお世話になったんで、今度はこう、病院と関われるなんか仕事もしたいということで、それと事務仕事を合わせた仕事がちょうど医療事務という仕事があったので、この資格を勉強して、資格を取って、2年半働きました。ただ普通の会社で働くっていうのは、やっぱり体力的にもすごくきつくてですね、やっぱフルタイムで働くっていうのも大変なのに、こう残業とかも出てきてしまうと、とてもこう体がついていかなくなってしまって、体力と精神的にももう限界を感じてしまって、自己都合で退職してしまいました。で、本当にもう ここで退職した時にですね、もう自分はこれから先何の仕事に就けるんだろうということや、あとこう将来への不安っていうのがすごく大きすぎて、本当にこう、20代、30代初めっていうのは本当に僕はずっとこう白血病は治ったはずなのに生きていくのが辛いっていう思いを抱えてずっと生きていました。で、すごくやっぱ体調が悪くてですね、なんとかこう改善できないかと思って近くの、クリニックにかかったりしたんですけれども、やっぱりこう検査すると、いろいろな異常値が見つかりました。ただですね、そこのクリニックの先生に、治療をしてもらおうと思ってもですね、やはり元々の血液の病気っていうのがあってですね、その先生には、やはりこの症状っていうのがわからないです。治療をしてもらった病院で見てもらってくださいっていうことを言われてしまいまして、僕の、望んだ治療というのはできませんでした。で、ここでですね、やっぱり途方に暮れてしまいまして、自分と同じような経験をされている人たちっていうのが、どういうふうに生活しているんだろうということを知りたくてですね、まず、いろいろネットとかで調べてたどり着いたのが患者会でした。で、患者会に参加するとですね、たくさんの情報交換ができました。で、そこでですね、小児がんのセミナーがあるよということを知って、小児がんのセミナーに参加しました。で、そのセミナーではですね、小児がん経験者は治療後の10年、20年後にですね、様々な晩期合併症が現れることがあるということで、そういった方を対象とした長期フォロー外来が始まりました。他の病院で治療された方でも、紹介状があれば受診できますと話がありまして、すぐにこう、移植をしてもらった元主治医のもとを訪ねまして、紹介状を書いてもらいまして、で、2014年にですね、東京にある小児がん拠点病院の方で治療を開始してもらうことができました。1回2000年にですね、白血病の治療が終わっていたんですけど、14年経ってですね、14年ぶりにこう、また新しく主治医を持つことができました。
で長期フォローアップ外来でですね、体の隅から隅まで検査してもらって、いろいろな晩期合併症が見つかりました。で、その中でもですね、自分もすごく驚いたのがありまして、男性ホルモンが一切出てないっていうことが初めて分かりました。で、とりあえずちょっとこの男性ホルモンを補充するとどうなるのかということで、ちょっと、治療を始めてみようと思いまして、34歳の時にですね、男性ホルモン補充治療を始めました。で、すごく体に変化がありまして、その様子がですね、まず2015年12月に男性ホルモン補充を開始しまして、3ヶ月後なんですけれども、まあ身長は気持ち程度に伸びました。ただ体重がですね、3ヶ月であっという間にもう10キロ弱増えました。なんでこんな体重が増えたかというと、今までどんなにこう体を鍛えてもですね、やっぱホルモンがなかったんで、一切筋肉が つきませんでした。ただ、ホルモン補充してからですね、日常生活を送っているだけでもですね、すごいもうふくらはぎとか太ももとか、すごい筋肉がつくようになりまして、そのおかげで体重があっという間に増えていきました。で、治療から3ヶ月後ですね、同級生から20年以上遅れて声変わりも来ましたし、で、やっぱり筋力がついたことによって、疲れにくくなりまして、体力もすごい向上しました。で、精神面もですね、昔は本当落ち込みやすい性格だったんですけれども、ホルモン補充してからですね、こう、気持ちの切り替えがうまくできるようになったというか、なんかちょっとこう、ミスをしたりしてもですね、まあ、いっかとか、まあ、次頑張ろうという、こう、気持ちの切り替えがうまくできるようになって、こう、精神面がすごく安定したのを覚えています。ただ残念ながらですね、一番ちょっと期待していました、妊孕性なんですけども、治療後ですね、精子検査を2回したんですけども、どちらも、無精子症ということで、妊孕性は回復はしませんでした。で、日常生活の大きな変化なんですけれども、睡眠の質がですね、すごく向上しました。今まではですね、本当どんなにこう寝てもですね、疲れが翌日に残っていてですね、もう次の日仕事に行ってももう午後にはもう眠くなってしまうという状態だったんですけれども、今ではですね、もう6時間、7時間の睡眠ですっきりもう起きられるようになりまして、もう次の日も丸1日元気に働けるようになりました。で、体重なんですけども、体重は増えたんですけども、すごく体が軽くようになりました。軽く感じるようになりました。で、特にですね、駅の階段とかではですね、今まで結構階段って辛くて苦手だったんですけども、ホルモン補充してから階段登りを使うようになりましたら、もう後ろから誰かに押されてるんじゃないかと思うくらい、こう、スムーズに、足の運びがスムーズですごく驚いたのを覚えています。で、やっぱ体力がついたことでですね、フルタイムで働けるようになったことで、やっぱそう、社会生活を送ることについての、こう、自信がついたっていうのが、もう大きくてですね、メンタル不調も改善していきました。で、もう一つですね、治療の効果をすごい実感できたことがありまして、実はですね、病気をしてから、マラソンをチャレンジしていたんですけれども、こちらにもですね、ホルモン治療の効果がすごく出てきました。まあ、長年ですね、本当こう、膝の骨が削れるような痛みっていうのにすごく、悩まされていまして、日常生活でもですね、お年寄りがつけるようなこうサポーターを巻いていました。で、マラソン大会といってもですね、毎回10キロの大会を制限時間内にこう走り切れるかっていうくらいだったんですけども、ホルモン治療をしてからですね、今までこう、どんなに練習しても伸びなかった成績っていうのがぐんぐん伸びていきました。で、練習量は全く変わらなかったんですけども、治療を2年続けただけでですね、倍以上の距離のハーフマラソンを制限時間内に完走できるようになりました。で、その翌年なんですけれども、今度はフルマラソンに挑戦して、まあ、制限時間で最終関門に引っかかってしまったんですけれども、36.9 キロと今までの人生で最長距離を更新することができました。で、ホルモン治療4年目、どうだったかと言いますと、無事に、制限時間内にフルマラソンを完走することができました。まあ、僕自身もなんですけども、周囲の人もですね、ホルモン治療してからの、この僕の体の変化っては、本当に劇的に変わったと驚いています。
で、長期フォローアップ外来で、晩期合併症を見つけてもらって、で、ホルモン治療を開始できたっていうのは、僕にとっては本当にすごくありがたかったなと実感しています。ただですね、僕にとってこんな効果のあった治療なんですけども、実は1年以上、治療を放置していました。男性ホルモンがないって分かったのは、2014年の11月でした。長期フォローを開始した時ですね。ただ、ホルモン治療を補充したのは、実は、ね、そこから1年以上先の2015年の12月でした。なんでこんだけこう時間が空いてしまったかというと、最初ですね、主治医からは、どうする？治療してみる？くらいの感覚で進められたので、なんかあまりこう、効果がないのかなという勝手に判断してしまいまして、まあ男性ホルモン入れると、まあ声変わりしたり、まあヒゲが生えたりくらいの変化かなと勝手に想像してしまいまして、まあなんかヒゲとか今まで生えてなかったから、するのめんどくさいなっていう思いから、まあやらなくてもいいかと思って、ずっとほっぽっていたんですけども、まあここから1年以上してからですね、ちょっと治療してみようと思うきっかけがありまして、始めてみたら本当驚くほど QOL の向上があったので、初めにこう主治医がそこまで進めてこなかったっていうのは、まあこういう体の変化があるよってことは、やっぱ患者から教えてあげないとなかなか気づくことができないんじゃないかと思って、で患者側から情報を発信してあげないといけないということに気がつきました。で最後なんですけども、長期フォローアップ外来はやっぱ患者の声がすごく重要なのではと思いました。長期フォローアップ外来はですね、やっぱりこう、医療従事者はですね、患者がどんなことで悩んでいるかっていうのは、やはりなんかわからないことや気づかないってことがやっぱり多いと思うので、患者はちょっとした困りごとや、悩んでいることなんていうのは、ためらわずにですね、ちゃんと話すことが大事だと思いました。で、その情報っていうのはですね、やっぱりこう、患者本人にも、本人の治療にも、これからの患者さんの治療にもつながるヒントになると思うので、やはり患者と医療従事者が情報を共有してですね、こう、一緒にこう、長期フォローアップ外来を作り上げていくのが、大切なんだと思いました。私の話では以上になります。ご清聴ありがとうございました。宮城さん、ありがとうございました。ありがとうございます。宮城さんの、宮城くんのって、宮城の体の変化に気づいた私も一人でした。もう、ずいぶんお付き合いが長いので、本当に最初にお目にかかった頃と今の宮城くんは本当に違うなっていうふうに改めて思って、あ、こんな結果があったのかっていうふうに思いながら拝見しました。すいません、もし差し障りがなければ教えていただきたいんですけど、はい、男性ホルモンがないってことが分かって1年放置されてた。はい。だけど、病を始めるきっかけがあったっていうふうにおっしゃったんですけど、もしそのきっかけが何だったのかなって思ったんですけど。きっかけっていうのはですね、まあ、この治療をしたらどういうふうな変化が起きるのかっていうのを、これからの患者さんにこう残してあげようかなって思ったのは、まあ、1割くらいで、ほぼ9割はですね、その時にちょっと失恋をしまして、それですごいこう、くよくよ悩んでいる自分がいまして、そのめめしい自分をどうにかしたいと思って、男性ホルモン打ったらもしかしたら、もう男らしくなるんじゃないかと、そういう、そんなきっかけが、一番、動かしましたね、僕の気持ちを。ごめんなさい、聞いちゃいけないきっかけだったかもしれません。でもその、おかげでね、本当に失恋が僕をいろんな意味で成長させてくれたと思います。あ、すごい。そうでしたか、そんなことがあったんですね。でも本当にみるみる変わっていった感じがしますよね。ご自身もそう、なんか背中をこう階段で押されてるような感じがしたっていうふうにおっしゃってましたけど、ね。本当にそういう変化っていうのは患者の自身の声を聞かないと、やっぱ先生たちも気がつかないよなっていうのは本当に実感しましたね。で、長期フォローアップ外来っていうのをあることはご存知だったんですか？いや、全く知らなかったです。本当に患者会とかそういうところで情報を自分から取りに行って、たどり着いたっていうので、本当にその時の自分の行動力があったから、なんかたどり着けたかなっていう思いはありますね。もう一つ、宮城さんのご両親は何かおっしゃいました？今回のその治療を受けることに対して。もう賛成していましたね。
で、やっぱ昔から病気のことを両親にもいろいろ尋ねたんですけども、やっぱり両親もわからないことが多くて、やっぱちゃんと伝えられなかったっていうのがあって、うん、やっぱこう、僕自身結局病名は知ってたんですけども、まあこういった晩期合併症とかが、こう、将来子供授かれないよっていうことは二十歳過ぎるまでずっと知らなかったんですね。なので、なかなかやっぱこう、病気のことを知るきっかけ、なんか病気のことをこう学べる機会っていうのをちゃんとやっぱ作ってあげないと、いけないのかなって。で、それを親だけにこう任せるのも大変だなと思うので、なんかそういうのを考えていかないといけないなっていうのは感じますね。ありがとうございました。ぜひ今後も患者会の活動とか頑張っていただけたらと思います。ありがとうございました。うん、それでは、お時間も限られているので、Q&A セッションに行きたいと思います。事前に質問いただいています。じゃあ、ここから竹之内さん、お顔を出して参加していただけますでしょうか。はい、すいません。はい、大丈夫でしょうか。あ、はい、ありがとうございます。それではここからですね、Q&A セッションに移りたいと思います。事前に届いております質問から取り上げさせていただきました。ちょっと読ませていただきます。今のスライドに表示しているのはちょっと簡潔にした文なんですけど、全文読ませていただきます。中学生で白血病になり、現在30代後半です。妊娠性や晩期合併症のことなど、何も説明されず過ごしてきました。今もよく知りません。抗がん剤の影響で身体障害もあり、自分が今後どう生きていくのか、頼れる友達もパートナーもおらず、親は高齢になり不安しかありません。これからの人生や生き方について、一体どこに相談したらいいのでしょうか。どうしたらこのモヤモヤを晴らすことができるのでしょうか、という質問が届いております。おそらくずいぶん前に治療されたので、その頃はいろいろと患者さん、ご両親にはご説明をされたかもしれませんが、患者さん自身にはご説明をされなかった時代なのかもしれません。こういった患者さん、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。竹之内さん、いかがでしょうか。実際に本当に似たようなというか、時代的にこういう方々の相談を受けることもすごく多くはないんですが、やっぱりあります。で、このご質問されたことについてですけれども、まあ、かなりやっぱり辛い状況なんだろうなということをお察ししますけど、やはりまずこう自分がかかられた病院の治療された病院にアクセスしてですね、治療の内容とかお薬とかはもし把握することができるんですが、まずそこは宮城さんが先ほど自分の主治医に紹介状を書いていただいたとおっしゃってましたけど、そこを正しくまず知るっていうことは必要なんじゃないかなと思います。それによって晩期合併症も、まあ、起こり得ること、これからのリスクがあること、心配しなくてもいいこともあるかもしれないので、まず正しい情報を知って、じゃあそこから、まあ、あまりその情報を知るけど今かかっている先生はよくわからないなということであれば、それこそ小児がん拠点病院などの自分のかかった病院じゃなくっても、相談支援室、相談窓口がありますので、それらところにご相談をして、消化のどこかかかれないかとか、そういう相談ができる先生がどこにいるのかというようなご相談をするというのも一つ手かなと思いますし、まあ、そういうことにつながると、この不安な気持ち、こう誰に相談したらいいかっていうその相談者の一つと、あとこれまで知らなかったその患者会とかピアサポーターとかにつながることも可能性としてあるかなと思うと、そういう対処がもしかしたらできるのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。宮城さん、いかがでしょうか。はい、なんかもうこれを見ていて、僕が書いたんじゃないかと錯覚するくらい自分ともう重なる点が多くてですね、やっぱり僕の経験からすると一番大きかったのが、患者会に出会って、やっぱり自分の過去の病気のことをなんか気軽に話せる仲間と出会えたってことがすごくこう大きかったので、ぜひやっぱり同じ経験をしているような人とこう話せる場っていう
場にこう参加してもらいたいなと思いますね。なので本当にこのフォーラム経由でなんか僕の連絡先とかを教えていただいて結構なので、もうそしたらあの小児がん経験者だけの患者会とかも紹介できますし、なんかこうそういう情報交換っていうのはすごく大事だと思うので、なんかそういうのができたな、できたらなと思います。宮城さんが患者会を知ったきっかけっていうのは何かきっかけがあったんですか？重い、結構重いですね、本当に。やっぱこう、妊孕性の問題で将来子供が授かれないってなった時と、あとやっぱこう、うまく社会に馴染めなくて仕事に就けないっていう時に、やっぱこう、社会にもこう、必要とされない、されてないし、やっぱ子供が授かれないっていうと、生物としてももう生きる価値がないんじゃないか、みたいなので、すごいこう、メンタル不調に陥ってしまって、もう本当に引きこもってしまったんですね。で、でも本当にその、どん底の状態を、こう、どうにかしたいって思いで、患者会とか、こうね、インターネットでいろんな自分の病気をのことを調べて、患者会に出会って、参加して、で、患者会に参加した時に、やっぱその時、自分はもう治療から15年以上経ってたんですけども、その時に周りの患者さんから、あ、この病気ってそんなに長く生きられるんですね。あなたに出会えてよかったですって言われたのが、すごく嬉しくてですね、あ、自分は生きててよかったんだ、っていうのがすごい自分が救われたっていう経験がありますね。宮城さんの今お話を聞いて竹之内さんいかがですか？なんかすごいちょっと感動してたんですけど、やっぱりこの治療、すごく小児がんの、まあ、あやの方もそうかもしれないんですけど、がんの治療を診断されて治療を受けるってすごく大変なことで、で、多分そうせざるを得なかったかもしれないんだけど、すごく大変なことを経験して、でもそこを乗り越えて、まあ、いるわけなんですよね。その頑張りっていうのは、あなたにしかできなかったこと、もちろんサポートがあったかもしれないけど、その力を持っているので、やっぱりそこから自分に、を、こう、なんかこう、マイナスのことだけではなくて、たくさんの、なんかできることがあるっていうことを、まあ、私たち、支援者もこう、そのように、まあ、長期フォローアップ外来でも、お話をしてはいるんですけれども、ぜひ自信を持って、誰かに声をかけたり、誰かにこう、たどり着くと必ず助けてくれる人がいるので、まあ、そういうことにつながっていく人が一人でも多くなるといいな、というふうに思ったことでした。すいません。今よく病院の中にそういった患者さんのお集まり、患者会というか患者サロンとかおしゃべり会とかいろんな名前であるようですけれども、それはもう各病院のお集まりというか竹之内さんのところにもありますか？一応ですね、経験者の会ということで、高校生以上になった、小児がんの経験者の方たちに年に1回ですけど集まる機会を、こちらからご案内を出したりとか、あとは長期フォローアップの体制として、まあ、家族教室というような名前にはなってるんですが、お子さんもいらっしゃいますけれども、お子さんご家族が一緒に参加できる会を夏休みに、ちょっと今年はコロナの影響で、調整をしたりしてるんですけど、ちょっと、病気別だったりに分けて集まる機会を設けていたりします。はい。そこでなんかこうお仲間ができて、みんなでこう分かち合ったり。ですね。なかなか状況がすごく本当に様々で、すごく集団としてっていう時は難しい場合もあるようですけど、やはりちょっと、まあこちらからもつなげる場合もありますし、そこで、まあ、同時期に治療を受けてた人が久しぶりに会う場合もあったりして、そこからお話ししたり、まあ親御さんを通して、そのなんか情報交換が始まってっていうこともあるようですけれども、はい。あとは、経験者の会で取り組んでいることは、やはりまだ私たちの子ども病院でして、あんまりまだその家族、経験者の会とか歴史が浅いので、外で経験者の会等をやってる、方たちに来ていただいて、ちょっと引き込んでもらうということで、今まで何回か取り組んだことはあります。実際につながって、その後みんなでご飯を食べに行ったんだという話を聞いたりしましたので、やっぱり経験者同士というか、その人たちの力はすごいなというふうに感じています。確かに、今ちょっとお話に出ましたけど、親御さんたちのつながりっていうのも大事ですよね。なんかこう、親御さんにとってのフォローアップも必要なのかなって、ちょっと今お話を聞いて思いました。ありがとうございました。では、次の質問に行きたいと思います。はい。長期フォローアップ中の患者の親御さんががんに罹患された場合、
ご自身ががんに詳しい分、辛い思いを抱えやすいように感じるのですが、親御さんもがんに罹患されたとき、どのような声かけや心理的サポートをされているか教えていただけないでしょうかという質問が来ています。竹之内さん、いかがでしょうか。その経験者自身の方の親御さんががんになられたということで、まあ、それをどういうふうに、まあ、例えばこちらが支援者として知り得るかっていうこともあるかと思うんですけど、やっぱり、もしそのことを、こうなっちゃったんだってお話をされたときに、まあ、多分、そのこと自体ってすごく辛いことだと思うので、まあ、辛いよねっていうお話から、まあ、じゃあ何かこちらでできることがあるかっていうか、今、何に困っているのかっていうことを、率直に少しお聞きするかなと思ったりするし、まあ、そのときになくっても、自分の親のことで辛いことがあっても、こちらでも何かあれば一緒に考えていけるよとか、もしよかったら一緒に情報を一緒に集めるよ、なんていうことで、少しお声掛けさせていただいて、相談してもいいんだっていうようなことを、まず最初にはお話しするかなというふうに思います。まあ、そのニーズに応じて、まあ、いろんなところを紹介したりとか、それこそピアじゃないですけど、そういう団体さん、同じような経験のところにつなげたりするかもしれませんし、まあ、知ってる医療者にしか話せない、仲間にしか話せないっていう気持ちももしかしたらあるかもしれませんので、そういうことはいつでも聞くよっていう体制をまず示したり、まあ、今見守ってるっていうことをお伝えするっていうことかなっていうぐらいにしかちょっと思い当たらなかったんですけど、そんな感じに思います。そうですね、小児サバイバーの方が長期フォローアップをしていると、まあ、大人になってということは親御さんももうお年が、ね、高齢とは言わないかもしれませんけど、ある程度の年になるとがんになられる方っていうのは結構いらっしゃると思うんですよね。ただ小さい、小児がんや綾世代の子の子たちのがんの種類と親御さんたちのがんの種類って多分違ったりするのかなと思ったときに、その辺、まあ、がんに詳しいと言っても、だいぶがんによって違ったりとかしますよね。うん、その辺も、なんかこう、どういうふうに理解したらいいんだろうかっていうふうに思ったりするんですけど、その辺はいかがですか？がんの種類によっての治療の違いみたいなものっていうのは。きっと、どうなんでしょう。まあ、お子さん、親御さんがなった時のそのお子さんの年齢とか発達とか理解とかによっても異なるかな。まあ、どこまでその方たちが何を知りたくて、何が分からなくて困っているかっていうことにもよるのかなと思いますけれども、まあ、それを正しく知ることがすごくそのお子さん、サバイバーにとって安心につながることとかであれば、それについても、こちらできる範囲は紹介するかもしれませんし、どっかにつなげたり、情報提供、まあ、このキャンサネットジャパンさんとかで出しているようなものも含めて、情報提供することもあるかもしれませんし、どうなんでしょう。あとは、親が癌になった、まあ、小さいお子さんであればですね、親が癌になった方たちの、そのサポートグループのようなものもありますので、そういうこともご案内したりすることはあるかと思います。あんまり経験はないので、実際にはですね、ですけど、確かに、いらっしゃいますので、もしあれば、そういうサポートをするかなというふうに思います。はい。そうですね。まあ、親御さんだけじゃなくて、ご家族の中には、ね、がんになられる方もいらっしゃるでしょうから、そういう時にはやっぱり、切ない気持ちになったりするんでしょうね。宮城さん、はい、宮城さんはこの質問を読んでどんなふうに思われましたでしょうか。まあ、本当にこう、まあ、自分がの親ももう結構いい年なんで、まあ、こういう状況になってもおかしくないなとちょっと想像してみたんですけど、まあ、もしこう親が自分の親がこうがんになってしまった時に、まあ、僕はやっぱこういう活動をしてることもあって、まあ、普通の人よりはこう病気になった時の、その病気の知識もまあある程度ありますし、もともと医療事務もやってたんで、どのくらいこうお金がかかるかっていうのも大体見当がつくので、なのでそういう面ではなんか知識面では結構こうサポートしてあげ、逆にサポートしてあげられるのかなと。だからそこまでなんか慌てたりはしないかなっていうのは自分の中ではありますね。で、あとは、やっぱこう、自分自身が大変入院してた時にやっぱ辛かったのが、やっぱ誰もお見舞いに来ないっていうのはやっぱ辛いっていうのはありまして、やっぱこう、わがまま言えたり、なんか、
わがまま言える人がやっぱそばにいてくれるっていうのはやっぱすごく必要なことなので、もし親が同じようにがんになってこう入院するってなった時は、やっぱ自分もこう、お見舞いに通いやすい病院を一緒に選んだりとか、なんかそういうところ気をつけたりするかなっていうのをちょっと今考えてました。すごいですね。きっと患者会のお仲間もたくさんいると思うんですけど、そのお仲間のご両親ががんになるってことも、まあまああると思うんですけども、そういったケースってありました、今まで。今のところないですね。まあ、患者さんのお見舞いに行く方が断然多いので。そうですね。なんかこう、心理的サポートっていうワードがあるんですけど、こう何か、例えばしてあげられることと、その心理的なサポートっていうのはちょっと違うのかなと思ったりするんですけど、宮城さんが今までいろいろ治療もされて、フォローアップ外来にも通われていて、その心理的サポートっていうのを感じたことってあります？心理的サポート、例えば声をかけてもらったことがすごく嬉しかったことだ、言葉だったりとか。ああ、でも本当に入院中とかはもう誰かそばにいてくれるっていうのがもう本当に僕にとってはすごい心理的サポートで、で特にやっぱ治療が個室とか無菌室とかでとにかく孤独のとこだったんで、物事がするだけでもなんかありがたいっていうか、うん、なんかこう誰かとつながってるっていうことが心強かったりするんでしょうかね。そうですね、なのでやっぱ相談、まあなんかこっちからなんか積極的に声かけると逆にこうちょっとほっといてって感じに なるかもしれないので、まあ、でもいつでも相談乗るからねくらいの距離をうまく保ちながらこう接してあげるのがいいのかなと、そうですよね。なんか困った時は言ってねっていう感じでみんなが言い合えるといいですよね。そうですね。ありがとうございました。はい。では、そろそろお時間が来てしまったので、まだまだちょっとお話を伺ってはいたいんですけれども、これで終了をさせていただきたいと思います。最後にですね、今日、多くの方が、このライブ配信見ていただいていると思うんですけども、視聴者の皆さんへ一言ずつメッセージをいただけないでしょうか。竹内さん、お願いします。宮城さんの話はすごくなんかこう胸に染み入る話で、私はあんまり大した話ができなかったなと思っているんですけど、やっぱりこの途中でも言いましたけど、小児がん、まあ、あやの経験者の方もすごく頑張ったつもりがなかったとしても、もし、でもすごいことを体験されて、経験して、その後もいろんな思いをしながら生活生きていると思うんですよね。で、必ずなんか人は見ているし、誰か頼ると絶対に一緒に考えてくれる人もいるし、まあそういうこう、その代わり社会がそういう体制を作っていかないと、そこにたどり着けないとかっていうのもあるので、まあ、私自身は支援者としてそういうことをもっと頑張っていかなきゃなと思いますし、宮城さんが途中で長期フォローアップ外来、まあ患者さんが作っていくっていうふうに言いましたけれども、やっぱりその通りだと思いましたので、やっぱり患者さんが何の体験をしているのかっていうのをこっちがきちんと知って、やっぱりそれをより良くするために一緒に考えていくっていうのが、こちらの役割かなと思うと、やっぱりぜひこれからも患者さんの声を大事に、まあ聞きやすい関係を、話しやすい関係を作りながら、一緒に、体制作りや、支援を考えていけたらなって、まあ、一緒の、もうサバイバーってみんな仲間って一緒だと、医療者も、経験者も一緒だと思うので、そういうふうにできたらなと思いました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。宮城さん、お願いします。そうですね。やっぱり僕も、まあ、経験してきたことから言いますと、やっぱ今これを見てくださってる中にも、当時の本当にこう孤独感に襲われて、この先どうしようって悩んでる方もいると思うんですけど、やっぱこう一人で悩んでても解決はしないですし、なかなか親も、主治医もですね、やっぱ患者さんの、悩みっていうのはなかなかこう、なんか分かろうとしてもやっぱ限界があるとかありますし、やっぱこう患者さん同士のつながりっていうのはすごく大きいなっていうのは、僕自身の経験で実感しているので、ぜひ今こう辛い思いをしている人なんかはですね、ちょっとこうインターネットとかでも患者会などこう検索していただいて、ちょっと外にこう出る勇気というのを持ってもらえたらと思います。ありがとうございました。本当に竹内さん、宮城さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
それでは以上をもちまして、小児あやの長期フォローアップのセッションを終了いたします。この B 会場では続きまして、3時より小児白血病のセッションを実施いたします。どうぞ引き続きご視聴ください。なお、アンケートへのご協力をお願いしております。今後の参考にさせていただきますので、ぜひご意見、ご要望を合わせてお寄せください。ご参加ありがとうございました。